皆さんこんにちは創価大学のチームキュリオシティですクレーター都市を形成し100万人が豊かな暮らしをとのテーマで発表させていただきますよろしくお願いしますアジェンダはこの通りです はじめに現在の地球では地球温暖化から生活格差といったさまざまな問題が起こっています私たちのグループはこれらの問題を踏まえた上で火星都市のデザインを考えました次に火星に住む上での障害について説明します火星上の大気には酸素がほとんど存在せず二酸化炭素が9割以上を占めていますまた宇宙放射線量もこのように地球上に比べて非常に高く 健康被害が予測されますその他に気温、重力、砂嵐などといったことも懸念材料ですこのような問題を解決しかつ地球上で発生している問題を逆に利用してよりより生活を提供できるようなアイデアを考察しました次に示すのが都市を建設するクレーターの候補地ですこの場所はマーズバレーの南に位置しておりクレーターの配置がカシオペア座の形に似ていることから 名称を取りました A のカフクレーターと D のルクバークレーターが居住クレーター B のシェダルクレーターと E のセギンクレーターは貯水クレーターにそして C のツイクレーターを生産加工などを行う多目的クレーターとしますそもそもクレーター都市とは何かというとクレーターに蓋をした都市のことを言います蓋をすることにより気圧と大気成分の安定や 気温の調整を可能にすることと直接的な隕石の衝突や砂嵐を回避できるといったメリットが得られますほかにも宇宙放射線の対策が容易であることや地下,地下都市型ドーム型に比べて建設が容易であるといった点もありますしかし同時にクレーター内に太陽光が届かなくなるというデメリットが発生しました次に都市の詳細について説明します まず宇宙放射線対策としてこのウォーターウォールを設置しますウォーターウォールは屋根部分に溜めた水で宇宙放射線を遮蔽する働きをするものですこの図のように水はアルファ線から中性子線までの放射線を防ぐことができ放射線対策として非常に有効であると考えられますしたがってこの水を利用したウォーターウォールは宇宙放射線の対策として高い効果が見込まれます 次に火星で不足する酸素と窒素の対策として水の電気分解と大気中に含まれる酸素・窒素を圧縮し抽出する方法を用いますまた低い気温対策としては図のようにクレーターの縁に大小2本のパイプを設置し内側の小さいパイプには発電時に熱された蒸気外側の大きいパイプには温室効果を持つ二酸化炭素を利用しますこのあその他に ヒートアイランド現象でクレーター内を温める方法も挙げられます。これらは現在問題視されている温暖化を逆に利用するという逆転の発想から得られたものです。以上の手段で気温を適温域まで上昇させ、その後の微調整は機械的に行います。次にデメリットである太陽光の不足の解決策について説明します。まずは太陽光を集める方法として、ウォーターボール状に設置した 太太太陽陽陽光光反射装置ををを利用しし鏡で覆われた通通路内を太陽が太陽光を通します通路内を通った太陽光はその先にある太陽光乱反射装置によってクレーター内を明るく照らすことができます図のように通路を曲げることで入射する宇宙放射線も防ぐことができると考えられますさらに火星は地球と比べて太陽から遠く日照不足が予想されるため人工太陽照明灯で補助も行います 次に居住区域について説明します。まず住民の家は5階建てのハニカム構造式のアパートを想定しています。また部屋は仕切ることができ十分なスペースが取れるよう1部屋約12畳分の広さを想定しています。外にはベランダがあり洗濯物も干せるようになっています。こののののアパートはは六角柱部部屋屋をを組み合わせるだけの組み合わせるだけでであるため建設も容易ですその方法はまず部屋の型を作り その方で火星の土をを圧縮し部屋を作ります火星の土は高圧で圧縮すると鉄筋コンクリートよりも強い構造となるとされている点や重力が地球の約3分の1である点などにより強度面でも十分であると私たちは考えましたまた一家族5人一フロア2世帯住むとすると一アパートあたり約50人が住むことになります 次にアパートを8つこのように並べユニットというものを作ります。この中心部にはカーシェアリング用の電気自動車の駐車場であり、その中央には電気ステーションを置きます。そしてユニット、ブロック、エリア、ゾーンへとスケールアップしていきます。頭脳車に乗っている数字はそれぞれの空気に住むであろう人の数で、一つのゾーンあたり約12万8千人ほど暮らせます。 そして最終的に居住ゾーン4つと、えー、行線ゾーン1つで1つの居住クレーターが形成され約51万2000人,人が暮らせる計算ですしたがってカフクレーターとルクワークレーターの2つで100万人強の、えー、都市クレーターが作られます次に公,公共交通機関について説明します まず、火星上の重力が地球上よりも小さいことにより特に交差点やカーブでのスリップが起こりやすいので道路には摩擦係数の高い素材を使いそれを防ぎます交通手段はカーシェアリング用の前気自動車をはじめ短距離は動くほど中距離はバス長距離にはモノレールを使いますまず短距離用の動く歩道はブロック間に舗装しその交差点では乗り換えにジャンクションを使い途中乗車にはインターチェンジを使用します 中距離用のバスは車と同様に電気で走行します。バスはこの4分の1ゾーンの幹線道路沿いを通り貯水池付近に建設するモノレールの駅を経由し乗り継ぎを容易にします最後に長距離用のモノレールですおそらく本日お集まりいただいている大半の方々がモノレールを使用してきたのではないかなって思いますでそのモノレールを火星上でも設置しますこのモノレールはクレーター内のゾーン間を結ぶものとものと 居住,居住クレーター間を結ぶものの2種類建設します。前者は駅を各ゾーンの中心に設置した支柱内に作ります。後者のクレーター間を走るモノレールはクレーター間の途中地点の地下に駅を作りその地表上付近にロケット発射場や、えー、発電所を作ります。これらは線路を複線用意することで運行本数を増やし片方が使用不可の際でも運行を可能にします。 次に水について説明します水源として火星の地下にあるとされる水または氷を利用します氷であればそれを溶かし貯水クレーターシダルとセギンに貯めますその水を居住クレーターまで引っ張っていき支柱を利用した滝としてクレーター内に流しますその後水は各ゾーンにある貯水池へと流れていき浄水場できれいにした後で浄水道を通り各家庭施設に送られます 使用された水は下水道を通りクレーターの端にある下水処理場へと送られますそこで水を浄化し循環させますその際出てきた沈殿物は農業の肥料と乾燥させたものはセメントの材料として有効活用できます次に電力です発電方法は太陽光水力原子力ごみ発電を用います まず太陽光発電には静止衛星によるものとアパート上によるものの2種類あります静止衛星による発電とは火星上にある静止衛星に太陽光パネルを設置しそこからクレーター都市上の受信機に送電しますこれにより夜間の,どのクレーター都市に太陽光が不足するときにも発電することができます清水建設のルナニング計画を参考にしましたこの発電がクレーター都市の主な発電方法となります またアパートとしてその他さまざまな施設上にも太陽光パネルを設置することで非常時の電源としても役立ちます次に水力原子力ごみ発電について話したいと思いますまず水力発電は居住クレーター内に滝として注がれる水でタービンを回し発電を行いますこれにより発電と同時に水の落下速度を読め安全に貯水池へと下ろすこともできます原子力発電は建設段階で大量の電力を 使われると予測されるので、そこまでの段階に段階までは原子力オーマナ発電方法として用います。その段階が終わると非常時以外は使用しないようにします。ゴミ発電はこの名の通り生活上で出てくるゴミを燃焼させ、そのエネルギーを用いるものです。ゴミを燃焼した際に出てくる灰は圧縮しすりぶすことで、建設に用いられるセメントの材料とすることができます。次は農業酪農について話したいと思います。 農業を行う場所は居住クレーターと追クレーターであり追クレーター内のみ酪農を行います居住クレーターではゾーン間の4つのポイントで追クレーターはクレーターの半分ほど酪農と農業の共通区域とします農業はビニールハウス栽培を用いて水量温度を自動的に集中管理します水は各ゾーンの貯水池から流れてきたものを農業用貯水池に貯めておきます 酪農で出た動物の糞などは同じ区域の農業の肥料として用います農作物畜産物の出荷は各居住ゾーンにどれだけの需要があるのか自動的に計算し均等に分配配送を可能にします次にクレーター都市上で使われるテクノロジーについて紹介しますまず住民全員に腕時計型ウェアラブルデバイスを支給しますこれを用いてアパートや自動車使用時などに必要な本人照合や 電子マネーのやり取り取体調管理などを行いま,すまたアパート内の窓や車内のフロ,ントフロントサイドガラスにはタッチパネル式のディスプレイを装着しますアパ,ート内アパート内に関してはディスプレイを窓としても利用するため外から見えないようなプライバシー保護装置を備えます最後に IoTAI 技術について説明しますこれらはつ、えー、主に車の自動運転や信号をなくした自動交差点システム 農業の温度水量調整に使われます私たちはさまざまな資料を参考にし科学的根拠を確かに都市のデザインをしてきましたそうした中で地球上でさまざまな問題が問題を抱えておりまた将来的に危険とされているような問題もたくさんあることを知りましたそして今回私たちが考えた火星都市のデザインはそういった問題を解決する糸口になるのではないでしょうか 参考文献は以上の通りです以上ですご清聴ありがとうございました創価大学キリオシティの皆さんありがとうございましたとてもいろいろなことが考えられていてあのとても感激しましたえっと。 質疑応答に移らせていただきたいと思います。審査員の皆様、ご質問等ありますか。はい、えっ、ー、と宮島様お願いします。はい、あの限られた時間でなんか盛りだくさんで大変良かったと思います。一つ質問なんですけども、えっ、ー、とこのクレーターの半径ってどのくらいなんでしょうかね。はい、クレーターの半径はあのデータがあります。次ですね。あ、戻ります。はい、こんな感じで。 えっと、居住が、えっとえっとですね、ちょっとずれてるんですけどこの A と D なんですけど一番上に書いてるのが半径で12.71、まあ、これ大体なんですけどこれが半径が1 2キロで、まあ、直径で言ったら2 4キロぐらい2 5キロぐらいになってで D が、えっと、半径が1 3キロなので大体26キロぐらいになります、はい、であの実際、水でこう蓋をするような場合水の量なんかも全部計算して。はい、はいはい、そうです どのどのくらいの量にああ<ー>どのくらいの量ですかあ,あ厚さですねなんか厚さですか <laughs>、はい、えっとですね厚さはえっとそこまであの厚くするとあの重たいのであの蓋があのこうかごっている状態なので落ちてしまう可能性があるのであのそんなに厚くはしないんですけどでもあのそれなあの宇宙放射線をこうえっと遮断遮蔽するようなぐらいのあの厚さあのちょっと厚さに関しては少しわからないんですけど。 これからちょっと調べてい,っていきたいなって思います、はい、で多分その大量の水を作るためにまあ原子力を使うって、はい、多分おっ,、はい、おっしゃってましたよねはい、はい、あとえー、っとその水を支える構造物っていうのはどういうふうにう水を支える構造物は、はい、えっとですね1個戻ってもらっていいですかえっと水を支える構造物は、えっと、最初は、えっと、4本の柱を あの居住区域のえっとすみませんね、すいませんあそこで大丈夫、すみません、す,いま,せんすいませんちょっと連携が取れなくて、ここにあのあの柱が見えてるんですけど、中心に1本柱があって、居住区域にえっと1本ずつ、貯水池のところに1本ずつ立つので、計5本になるんですけど、あの 強度面が少し心配になるっていう可能性があの出てくるので、その。場合に、えっと、その間に四本の。この間に一本ずつ、もう一本足していこうかなって思っています。はい、ありがとうございました。すみません、ありがとうございます、えっと。他ありますでしょうか。えっと、川,川崎様お願いします。 いいいろいろありがとうございます,、えっとですね、あの世界で戦うためにちょっと間違いだけは言っておいた方がいいかなと思うんですけどけ、月の発電月からの送電ってありましたけどフォボス・ダイモスの正式度にないので、はい、もしあれを使うとしたら<あ>まず大きさも違うので、はい、もし人工衛星を使うとそれも非常に大面積なものが必要になっちゃうのでそれが本当に実現性があるのかというのはちょっと考えてもらった方がいいと思います。はいはい それとあとはあのこれを本当に実現するための,その順番ですね、はい、最初に何を持ち込んであのそういう水を掘るのか、はい、そういうのストーリーをもうちょっと整理したらよくて完成形はこれでいいのかもしれないけど、はい、それをどうやって実現していくかというのをやっぱり考えておく必要があると思います。ははい分かかりました、えー、自分た自ちのチームもあの初めはあの少数人数人ら こう始めていって、どのようにこうクレーター形成を行っていくかっていうのをあの考えていったので、そこの部分をしっかりとあの説明があの不足だったので、あの申し訳ございませんでした。はい、すいません。ありがとうございます。はい、それではえっと創価大学キリオシティの皆様でした。改めて温かい拍手でお願いいたします。